どうも皆さんこんにちは。当チャンネルの管理人、ブルナカオレと申します。アシスタントの、バイソン木村です。今回は、私の周囲やフォロワーさんに聞いた、シャイニングフォースの人気キャラトップ10について、ランキング形式で紹介していきます。おお、メガドライブの名作シミュレーション RPG ですね。しかし、これまた古いゲームの人気ランキングを。というか、この企画以前もやりませんでした？前は強いキャラランキングじゃったが、今回は人気ランキングじゃ。対して順位は変わらないのでは？実はわしも最初はそう思ったが、予想外のキャラも入っており、意外と面白い結果となったぞ。しかし、今更感はありますし、あまり需要はなさそうですね。まあ、そうかもしれんが個人的に好きなゲームなので、なんとなく人気投票をやりたくなったのじゃ。まあ、今でも人気のゲームですから少しは興味がある人がいるかも。なので、シャイニングフォース好きの方は、ぜひ見ていってください。フォロワーさんに聞いた、シャイニングフォース人気キャラ。第10位は、戦うアルマジロ、ガンツじゃ。ガンツですか、これまた意外ですね。わしも、まさかガンツがトップ10に入るとは思っていなかった。僕は一軍で起用したことは少ないですね。もちろん、ガンツも育てれば十分強いキャラになるが、メインで使っている人は少なそうじゃな。ガンツは見た目通り、硬い前衛タイプのキャラで、戦士枠として入れても良いキャラじゃが、スピードの遅さと移動力の低さが致命的な欠点。周囲の進軍スピードに、まるで追いつけなかった記憶がある。加入しても、本陣で待機が定位置でしたね。強さだけで言うと、3軍くらいのイメージじゃが、フォロワーさんでも、ガンツが好きという人が意外と多かった。どうやらガンツの人気は、強さではなくその見た目らしいな。あのメカメカしい見た目が好き、という声が多かったぞ。確かに、ちょっと男子が好きそうな見た目でしたね。第9位は、鳥人夫婦の旦那の方、バルバロイ。おお、茶色い鳥さんの方ですね。このキャラも、こんなに人気があったとは意外じゃった。悪くはありませんが、火力がいまいちだった記憶がありますね。本作は、飛べるというだけでもかなりのメリットじゃからな。別動隊として進軍させていた人も、きっと多かったはず。飛べると、崖なども無視して敵を吸収できますからね。飛べるというだけで、この夫婦を使用していた人も多いじゃろ？しかし、序盤ならまだしも後半は、やはり火力不足が否めず、出番が徐々に減っていった印象じゃ。バルバロイ個人としての強さは微妙じゃったが、やはり飛べる点が大きく、人気もそれなりに高かったようじゃ。関係ないが、わしは笑い飯さんの鳥人のネタを見たとき、真っ先にバルバロイを想像したぞ。ほんと関係ないですね。人気キャラ第8位は、ケンタウロスの女戦士メイ。おお、確かバリオス将軍の娘ですね。メイちゃんは、序盤から中盤あたりまでは、よく使ってました。今作には、ケンタウロス系の騎士は数多く登場するが、メイは、その中でもトップクラスの能力と言っても良いじゃろう？ステータスもバランスよく上がるので、とても使いやすい。騎士でメイを使う人は多いでしょうね。最後まで十分活躍してくれるキャラなのじゃが、騎士の最強武器のバルキリーは、一つしか入手できないのが難点。騎士には、他に化け物みたいな強キャラがいるので、どうしても、そちらにバルキリーを装備させてしまう。ああ、あの選択していたあいつですね。結果、メイの火力は落ち、最終ステージのメンバーから外されることが多かった。いずれにせよ、人気は非常に高いキャラのようじゃな。第7位は、みんな大好きな魔法少女、タオ。おお、タオには僕も、ずっとお世話になりました。今作は、魔法使いはみんな強い。その中でも、タオは最強と言っても過言ではないじゃろう？燃費の良いブレイズを、何度も打てるのは強いですよね。また、素早さも高く、敵が行動する前に動けるのも大きな強みじゃ。毎回一番最初に順番が回ってくるのも、タオでしたね。強キャラランキングでは2位だったし、
個人的にはもっと順位は上だと思っていたぞ。確かにトップ3に入ってもおかしくないキャラですよね。ブルさん的には何位だったんですか？わしか？わしはタオア2位かな。あれ、1位じゃないんですね。1位は熟女アンリじゃ。熟女になったアンリにすごい水着を着てもらいたいの。相変わらずエロまっしぐらですね。人気キャラ第6位は最強騎士のアーサー。やはり来ましたね、選択の騎士アーサー。モデルはアーサー王ということもあり、その強さは主人公をしのぐ勢い。確か円卓の騎士と選択の騎士をかけていたらしいですね。アーサーは一軍に入れないのはもったいないくらい強いキャラで、バルキリーを装備すれば全キャラ中トップクラスの火力、雑魚敵なんてほぼ一発でしたからね。おそらく多くの人がアーサーを使っていたじゃろう。人気が高いのも、そりゃ当然じゃろう。強キャラランキングでは、堂々の1位でしたし、むしろ、入らない方がおかしいですよね。育てれば、間違いなく活躍してくれるキャラじゃな。しかし、それでも6位なんですね。まあ、実力と人気というのは、必ずしも同じとは言えないからな。第5位は、不思議な魔法生物の、ドミンゴ。ああ、ドミンゴは使えますよねー。ドミンゴは、空を飛べる魔法使いといったキャラじゃな。しかも、魔法使いなのに、防御力はトップクラスに高い。HP は少ないが、物理攻撃には、めっぽう強いキャラじゃ。ドミンゴは敵からも狙われやすく、主人公の次によく敵の標的にされる。これを逆に利用して、うまく敵を誘導することも可能じゃ。攻撃から壁役、おとりまでこなせる万能なキャラでしたね。今作は魔法使いが強く、さらに空も飛べるので、そりゃ人気も出るわな。ただし、仲間にするのが、ちょっと面倒なのが難点。僕も最初やった時は、仲間にできませんでした。最初は見落としがちなので、確実に仲間にしたい方は、攻略サイトなどで、確認しながら進んだ方が無難じゃな。第4位は、かっこいいワーウルフ、ザッパの兄貴。おお、ザッパは確かにかっこいいですよね。ワーウルフという、男子が好きそうな設定で、しかも強いんじゃから、そりゃ人気は高いよな。おそらく、ほとんどの人がザッパを一軍に入れていたはずじゃろう。友達に、誰が強かった？って聞いたとき、ザッパと答える人は多かったですね。森林や荒れ地など、進軍しにくい地形でもガンガン進めるし、ザッパ一人で雑魚敵を一掃、なんてこともよくあった。攻撃力もトップクラスで、アーサー同様後半は雑魚敵も一発じゃ。ただし、転職してからの攻撃演出がいまいちという声もあったな。確かに、転職前の飛び込み攻撃の方がかっこよかったですね。まあ、いずれにせよ、ザッパは当時から人気の高いキャラじゃった。ラストステージでは、攻撃の要でしたね。フォロワーさんが選んだ人気キャラ第3位は、一番最後に仲間になるロボットのアダム。アダムが3位とは意外ですね。わしもアダムの人気がこんなに高いとは思わなかった。アダムも決して弱くはない。しっかり育てればザッパ並みに強くなる。しかし、いかんせん仲間になる時期が遅すぎた。もうそろそろラストステージというあたりで仲間になりますからね。最初は激弱のため、レベルを上げるのも一苦労。アタックやクイックを使用してコツコツレベルを上げる必要がある。能力もそれなりに上がるが、移動力や素早さの低いザッパといった印象。はっきり言うと、そこまで無理して育てる必要はないと個人的には思う。この頃にもなると、一軍メンバーはほぼ確定してきますからね。しかし、アダムの人気理由は強さというよりも、その見た目らしい。ロボットの見た目がかっこよくて好きという意見が多かった。男子は、みんなロボットが好きですからね。
フォロワーさんが選んだ人気キャラ、第2位は。竜の子供バユー。ああ、バユーも強かったですね。最初は激弱な竜の子供じゃが、クラスチェンジ後は激変する。最初は弱く、育てるのも一苦労ですが、その分、愛着も湧きますよね。空も飛べるし攻撃力も高い、後半の複雑なマップも気にせず進軍できる。厄介な敵の回復薬なども、先回りして倒すことも可能。使わないのがもったいないくらいの、強キャラと言えるじゃろう？確かに、バユーの人気が高いのはよくわかりますね。バユー、ドミンゴ、バルバロイで飛行部隊を編成したものじゃ。バユーがいるのといないのでは、ゲームの難易度も変わってきますね。まさにそうじゃな。最初はレベル上げが大変じゃが、育てておいて損はないじゃろう？フォロワーさんが選んだ、シャイニングフォース1の人気キャラ。第1位は、ヒーラーのチップ。チップは、仲間の回復要因として、なくてはならないキャラでしたね。その人気の高さはダントツで、2位と大差をつけての圧倒的1位じゃ。おうおう、さすがチップ。比較的序盤に仲間になり、そこから最後まで、ずっと仲間の傷を癒し続ける。そりゃ人気も高くなりますわ。また、中盤のパワースティックを装備するあたりから攻撃力も上がり、HP も防御力も上がってくる。戦士と同じように進軍できる、まさに戦うヒーラー。今作で戦士の影が薄いのは、他にも十分強キャラが多いからじゃろう。確かに、ラグやゴートって、遅いし使いにくいですよね。また、クイックの魔法で、低レベルキャラの育成にも有能。そう考えると、チップに隙がありませんね。ヒーラーとしてはトーラスの方が有能かもしれんが、終盤に仲間になるトーラスよりも、チップの方が愛着は湧くよな。トーラスは、見た目もおじいちゃんですからね。というわけで、シャイニングフォース人気キャラランキング第1位は、みんな大好き、ヒーラーのチップでした。ということで、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。